僕が悩んだ。どうしてどうしたいか、選手でプロに入団したかったかな。覚悟決めていく先入団、支配下目指して努力重ねたけれど、さっぱり打てずに二軍戦で打率ゼロ割。自主トレ沖縄の先輩山川穂高に弟子入り、意識の低さ指摘され、野球やめて消防士になれと言われた。山川コーチの打撃指導で秘めたポテンシャル磨いて、打撃の極意学び、長打力伸ばし本塁打量産、支配化されてファームでトップロを打点とホームラン、エキシビジョンマッチで4番打者を任され、チームトップの9打点。そして迎えた一軍戦で、初ホームランの満塁だ。